せっかくのさ、実家がそれでなくなって、しかもね、実家帰って本当だったら旅行に行く予定だったんですよ。本当は福岡に行く予定だったんですけど、インフルエンザになって福岡行けなくて、うん、行きたかったよ福岡。いやー、祭り今ダイエットしてるんですけど、ダイエット中だからさ、ご飯をすごい、すごいではない、そんな全然気をつけてないけどまあちょっと多少気にかけてたの。だからなんか福岡行ったら、さすがに旅行だからラーメンとか食べちゃおうかなって思ってたのね。そしたらインフルエンザになって、祭りが実家で食べたものなんだと思う？ゼリー。悲しすぎるよーラーメンは。なんかそれで体重落ちました。でも逆にね、ラッキーラッキーだけど何も嬉しくないよ。何回目のダイエットかな。でも今回が本当に最後のダイエット。でもね、みんな、あのダイエットしますって言ったのがいつか覚えてる？10月の31日なの。10月の31日にダイエットしますって言って、今日までしてんの。え、すごくない？船長とか吹雪とか、まあ、祭りすとかに、はいはい、リバウンドリバウンドって言われてきたあのマッチョが、10月31日から今日この日までダイエットして頑張っているんだよ。まだね、まだ頑張れるってか、モチベあるしね。しかもさ、なんか一気にガーンって落とすんじゃなくて、ちょっとずつちょっとずつちょっとずつ落としてってのが、もう何より偉い。だからなんか今まではそんな1週間で5キロ落としてやろうみたいなダイエットしてきたから、リバウンドしまくってたんだけど、なんか そうじゃないから、今回なんかいい感じよ。いい感じにストレスもなく楽しいし、うん、めっちゃ最高なダイエットをしているぜ。いや、チェッケラなんか、なんでなんだろうね。なんで祭りってデブキャラなんだろう。え、だってどう考えてもさ、可愛くてさ、清楚でさ、優しくてさ、女の子らしくてさねえ、デブ要素なんて1ミリもない。ちょっとだけご飯が大好きで、あの月見バーガー3個を1回で食べれるけど、うん、なんでおデブキャラなんだろう。はにゃはなんかもうしばらく甘いものを食べてないからさ、マジ。あ、でもね、あれだよ、甘いものを食べてないって言っても、あんこはね食べれるから、あんこは食べてる。あとは実家帰ったらさ、お母さんがさ、生クリーム飲んでてでも祭りも生クリーム飲む派の人間なんですけど、実家帰ってただいまーって言って、おかえりーとか言って、あの市販のさ、絞るだけの生クリームをさ、こうやってチューって飲んでてさ、ちょっと切れそうだった。こっちは甘いもの我慢してるのに生クリーム飲みやがってって思った。生クリーム飲まない派？みんな。え？あ、そうなんだ。なんかさ、たまにみんなと意見の食い違いをね、感じるよ。あれ？みたいな。生クリームは飲み物だろ。牛乳飲むでしょ？同じだよ。ぽっちゃり好きだから助かる。あ、そうなの？君が好きでいてくれるんだったら、まあいいか。まあいいか。へーへーへ。ホロの中だと珍しいキャラだね。まあ確かにホロライブでぽっちゃりキャラって、あんまないよね。あまりないかもしれないよね。そうそう。アイドルグループでぽっちゃりって結構ダメかも。ダメなのかもしれない。床抜けそう。床抜けるほどデブじゃないわ。床抜けないよ。やめてよ。どうしよう、祭り。このままデブキャラが定着していってさ。なんか、
ライブとかでさ、みんなでこうやってジャンプとか言ってさ、キララジャンプみたいなジャンプした時にオンラインのコメント欄で震源地とか言って書かれたらえ、まつりちゃんジャンプしたら地震起きたとか言われ始めたらどうしよう。まつりもう気にして気にして夜も眠れなくなっちゃう、そんなこと言われ始めたらうん、やばすぎるよ。